坂上忍さん問題っていうのがあるんですよ。坂上忍さん問題が僕実は在日問題だと思っていて、で、なんでかっていうと、ウィキペディアにとりあえず自分たちの主張と異なるものを見つけると、在日朝鮮人であるっていうのを書く人っていうのが存在するんですよ。日本には。で、別に僕知らない坂上忍さんの国籍がどこかは。で、多分国籍日本なんだと思うのね。特にその国籍がどこっていう証明はないから。なので、そのウィキペディアをとりあえず何でも朝鮮人にする人たちっていうのがいるのよ。すごいめんどくさいじゃん。ウィキペディアはさ、割と正しいものだと思って使いたいじゃん。なんかとりあえずなんか俺の意見とムカつくものがいると嘘を書いてやるっていう人が定期的に現れるっていうのは、僕はあれ、在日問題だと思ってるのね。要は自分たちに気に食わない話をするやつはみんな在日であるっていう。でさ、口頭とか居酒屋で言ってる分にはいいんだけどさ、ウィキペディアでいちいち書き換えられてたらさ、直すの大変じゃん。で、坂上忍さんはさ、割と有名な人だから、なんか坂上忍さんがさ、その在日朝鮮人ですって書かれて、で、そういうのがニュースになって直されたんだけど、直されないマイナーな人っていうのも多いと思うのね。例えばなんか80年前の作家とかさ、なんか在日とかってわかんないじゃん。だからそういうふうにその、事実をねじ曲げることをやる人たちっていうのが一定数いて、で、あの人たちって、それが社会にとって正しいと思ってるんだよね。多分、いいことしてると思ってるのよ。で、要するにさ、問題ってさ、こういうことしたい、こういうことしたいっていう人のぶつかり合いが問題なわけじゃん。で、要は、ウィキペディアで、在日、この人は在日って書くことをいいことだと思ってる人たちっていうのが一定数いるっていうのは、僕はこれ在日問題だと思ってるんですよ。と、単なる嫌がらせなんだけど、正義感でやるんだよね。っていう感じで、要は、在日の特別永住権を持ってる人がいる限り、こういったすげえしょうもない問題も含めて出てくるんですよ。で、要はさ、なんだろうな。でも在日問題って基本的には特別永住権を持ってる人たちが何か言われるとか、で、純粋に日本国籍を持ってる日本人にとっては、ぶっちゃけどうでもいい話なのね。別にほら、自分がなんかダメージがあるわけでもないし、誰かあの人たち言われてるわ、みたいな話で。で、ただ、ウィキペディア在日問題に関していくと、僕に被害があるのよ。普通にウィキペディアのページを見ててさ、事実なのかなと思ってたらさ、嘘が混じるみたいな。要は、正義を持ってウィキペディアに嘘を書くやつが一定数いるっていうのが、僕にとっては被害なのよ。そうすると、ウィキペディアは嘘があるのかなみたいなのをさ、いちいち調べなきゃいけないじゃん。なので、僕に被害があるから、そこは何とかしたい。まあ、在日って言われていじめられる人がかわいそう問題もあるんだけど、まあそこも解決するならいいと思うんだけど、ただ、そこ全く気にしないですっていう人にとって、要は日本語を使う人たちにとってデメリットが全員に発生してしまってるのよ。嘘を書くのが正しいと思ってる人たちが世の中には一定数いて、で、その人たちは正義だと思ってやり続けているわけですよ。だそいつらは何とかした方がいいと思うんですよ。日本語話者としてね。要は、英語で書きます、英語で暮らしますっていう人だったらさ、別に日本語のウィキペディアがさ、どう改ざんされようと知ったこっちゃないと思うのよ。でもさ、日本人って日本語大体使うし、日本語って日本人しか使わないでさ、で、日本語の情報がさ、間違っていくのって嫌じゃん。困るじゃん。だから、僕は、それやってんの在日って言われても、なんだろうな、なんで知ってるんだろう、この人は。在日認定する人によくあるのが、真実とは関係なく書くから、それをやってるのは在日とかさ、それをやってる人がまず誰なのかも知らないはずじゃん。で、もしそれが真実である場合って、在日の人が自分で書いてる場合だけ真実であるのよ。だってそうじゃない場合はさ、ウィキペディアは誰が書いてるんだかわからないわけじゃん。っていう感じで、まあ割とちょっとおかしな思考方法を持ってる人が、割とウィキペディア在日問題を起こしやすいのですよ。
なんか検索した時にウィキペディアが出てくること多いしさ。で、それ大体事実だと思って見るじゃん。だからそういう感じで、要はさ、ネトウヨの人ってさ、日本を守りたいとか、日本文化を守りたいとか言うわけじゃん。でもさ、日本語の情報に嘘が混じるっていうのはさ、日本人にとってはマイナスでしかないわけじゃん。だからそれは僕直した方がいいと思うのよ。本当に在日朝鮮人の人を在日朝鮮人で書くんなら僕はまだいいと思うんだよ。本人が言われたくない問題とかあるかもしれないけど、少なくとも真実ではあるわけじゃん。だから、それはいいのよ。ただ、真実じゃないものを書くっていうのが、みんなが嘘に騙されるわけじゃん。要は、嘘が多い世の中になって騙される人が多いのはさ、損じゃん。で、それがさ、日本語の中だけで行われたらさ、日本人だけ損するじゃん。それ良くないよねって話。で、そういう問題があるので、在日問題、まあそこも含めて解決した方がいいんじゃねと思うわけですよ。だってみんな在日問題っていうのがあると思ってるわけじゃん。で、問題って呼ばれる以上さ、やはりそれは問題なわけじゃん。すごいね、トートロジーだね。問題と呼ばれてるんだから問題だみたいな。何が問題だかわからんみたいな話だけど。っていうので、じゃあこれを解決した方が、ひょっとして日本のためにはいいのではないかという話ですよ。ここがよくなんだろうな、ウィキペディアさえなんとかすれば問題なくなるじゃんと、そうじゃないんですよ。ウィキペディアが解決したとしたら、別のところにその人たちは行って似たようなことをやるわけですよ。例えばヤフー掲示板のコメント欄とかに、あいつは在日みたいに書いたりとか。出典がないものは信用しなきゃいいって言うけどね、大体出典なんてないよ。ネット上で調べられる出典なんて難しいじゃん。例えばじゃあ、坂上忍さんがこうこうですっていうのでさ、じゃあ出典としてさ、民命処方館のこの本ですとかって書かれてもさ、ウィキペディアでチェックする人もその本手元にないから調べられないじゃん。だそこはね、善意の積み重ねで作るしかないのですよ、インターネットは。だってもともと、まあいいや、インターネットって基本的には大学組織をつなぐっていうところで広がってきたわけじゃん。まあ最初は軍事だけど。っていう感じで、その善意でつながって出来上がっている社会に対して、悪意を持ち込む人たちっていうのは、どうにかして排除しないと、悪化は良化を駆逐するのですよ。あ、僕、性善説なんですよ。よく誤解されるんですけど。アメリカとかでも同じだろ。アメリカの場合は、なんだろうな、在日していくっていう感じでもないんだよね。オバマ大統領がさ、ケニア人って言われてたわけですよ。トランプ大統領が、あいつはケニア人だみたいな。で、あれってまあ、黒人だから言われたから、まあ、要するに黒人に対する人種差別問題なの。なので、人種差別問題としてすでに起きているんですけど、ただ、黒人が黒人であるというのは当たり前なので、まあ、見た目でわかるからね。だから、ウィキペディア上の問題にならないんですよ。で、在日問題って、見た目で区別できないからなのよ。例えばじゃあ僕がさ、朝鮮人ですって言ったらさ、見た目で本当に朝鮮人なのか日本人なのか分かんないでしょ。だから、誰でも朝鮮人ですって言われたら、それ絶対違うよって言えないの。例えばトランプ大統領にあいつ黒人って言ってもさ、いやいやいや白いしみたいになるでしょ。だから、そもそも在日というレッテルを貼れないのよ。だから、在日問題って人種問題になってない分だけ、要は覆しづらいのよ。そこがめんどくさいのよ。在日問題の何がめんどくさいかって、朝鮮人と日本人って人種的にはほとんど変わんないから、だってもともと日本人の多くの人たちって朝鮮の方から流れてきたわけじゃん。純粋な日本人って、アイヌ系の人たちで、アイヌ系の人ってそんなにないじゃん。まあ、あと沖縄系の大陸から来た人がいるわけで。で、まあなんだろうね。俺は朝鮮系の血は引いてないっていう人がいるんだったら、蒙古斑のついてない人。だ基本的にはさ、大体アジア人の多くはさ、蒙古斑がついているわけですよ、生まれると。で、それってさ、モンゴル系から出てくる人種の流れなわけで、人種的には同じ流れから来ているモンゴロイドなんですよ。なので、それを明確に、あ、こいつは違うっていうのはないのよ。本当に日本でずっと生まれて育ったけど、顔が朝鮮系の人に似てる人もいれば、朝鮮でずっと生まれ育ったけど、割と日本人っぽく見える人っていうのもいるわけで、完全な区別ってできないのよ、見た目で。
そう、そもそも島国なんだから、基本的にはどこから来てるんですよ。移民確定なんですよ。だから、まず、まあ、人種問題で争うこと自体もどうだろうなと思うんだけど、蒙古斑見せてって、僕もう40過ぎてるから、蒙古斑ないよ。だそういう感じで、その在日問題って、要は、簡単に解決しないのよ。だって、例えばじゃあ、坂上忍さんがその在日ですって書かれたとして、明確に、いやいや、ちゃうやんっていうのを言える人ってあんまりいないじゃん。だって、わからないんだもん。見た目では本当にそうかもしれないじゃんみたいになっちゃうから。なので、こういった問題を解決した方がいいんじゃないかなと思っているのですが、で、どうやったら解決できるかという話なんですよ。在日でもいいじゃん。そう、別に在日でもいいのよ。僕だからさ、在仏日本人じゃん。で、在日フランス人とかもいるじゃん。だから、別に在日と呼ばれることに問題がないのであれば、これは問題化してないのよ。だ、その在日フランス人問題ってならないでしょ。要は問題化してしまったから問題なんだよねって話。僕、在日ですって、前ツイッターに書いたことあるのね。で、それは在日日本人という意味で書いたんだけど、なぜか誤解をされたことがあって。みんなが在日のもので在日問題を消し去る。僕、これはね、結構近いと思うんだよね。落ち葉を隠すにも、森に隠せっていう。要は、みんなが在日ですって言うと、まあ、みんなが在日日本人になるから、何の問題もないんだけど、でもそうするとね、多分、違う呼び方を始めると思う。